シャーロット・オーガスタは、イギリス王権派ーファー王・ジョージ4世と、王妃キャロラインの唯一の子。父が、摂政王大使、プリンス・オブ・ウェールズだった間に生まれて死去したため、シャーロット・オーガスタ・オブ・ウェールズと呼ばれる。1796年、摂政王大使・ジョージと、妃キャロラインの唯一の子として誕生する。両親は不仲で、以降テーは誕生せず、また宝刀なおじたちにも、 長らく着室士がいない状態だった。そもそも、法刀なジョージ側による金銭目当ての結婚であり、結婚早々から両親は不仲だった。双方に問題点はあったが、キャロラインは国王ジョージ賛成や庶民からの人気が高かった。1796年1月7日に、シャーロットが誕生すると、その養育方法をめぐり、二人の対立は決定的になり、 1797年には別居して二度と共に暮らすことはなかった。シャーロット王女はセントジェームズ宮殿で養育され、キャロラインとの面会の頻度も徐々に減らされていった。夫妻の不仲が世間に露呈したのはキャロラインの不貧困をまとめ、1806年7月14日付で国王に提出されたザ・レポートであった。しかし、これは逆にキャロラインの無実と ジョージの宝刀ぶりを露呈させるものだった。トーリー党の首相スペンサー・パーシバルにより、キャロラインに有利な資料等も含めたザブックとして再構成されていたが、予想に反し、ジョージがトーリー党を閣僚に留任させたことから、パーシバルは出版を見合わせていた。パーシバルが1812年5月に暗殺されると、キャロライン側についた党により1813年2月に、 ザブックが出版されることとなる。1813年5月、キャロラインは、シャーロット王女との面会を懇願していたが状況は解消されなかった。ヘンリー・ブルーム議員は、苦境のキャロラインに接近し、未来の女王であるシャーロットを、ホイック等側に引き込もうと試みた。ブルームはキャロラインに同情的な世論を形成すべく、ジャーナリズムに対して工作を行った。しかし、 キャロラインは年金を得て国外で暮らすことを選び、シャーロットの懇願も聞かずに出国してしまった。1816年頃がレオポルド公使とシャーロット・ナポレオン戦争の終結から1年余りを経た1816年5月2日、後に初代ベルギー国王となるザクセンコーブルクイコールザールフェルト家のレオポルド公使とロンドンのカールトンハウスで結婚した。 レオポルドは当時ロシア帝国陸軍の元帥だったが、結婚後はイギリスで暮らした。しかし、シャーロットは、翌1817年11月6日に男子を死産した後、間もなく死去した。母キャロラインにとっては、娘、シャーロットの即位後に、王太号として帰国する目論みがついえてしまった。また、女王シャーロットのもとで首相を目指していたブルームに、 とっても大きな痛手であった。なお、レオポルドは1831年に初代ベルギー国王に衰退され、翌1832年にルイーズ・マリー・ドルレアンと再婚した。祖父・ジョージ3世の王子のうち、長男・ジョージ4世、次男・ヨーク、オールバニコー・フレデリック、三男、ウィリアム4世、四男・ケント公、エドワード、イツオ・アーネスト、六男・サセックス公オーガスタス。 7男、ケンブリッジ公、アドルファスの7人が成人していた。しかし、シャーロットが成居した1817年時点で、ジョージ4世の弟たちは、すでに中高年に差し掛かっていたが、着出死がいない状態だった。兄弟中毒死者はは急遽、王族や皇位貴族の女性を、配偶者に選び、後継者を設けようとした。最大者のよくオールバニ公フレデリックは、 着出死がないまま1827年に成去ウィリアム4世は1818 18年に結婚し、1819年と1820年に王女が誕生したが溶接。ケント公エドワードは1818 18年に出産歴のある未亡人ビクトリアと結婚し、1819年5月24日にビクトリア王女が誕生したが、 高自身は1820年1月に成去。アーネストには1819年に男子が誕生し、ハノーファー王位を継承した。サセックス皇オーガスタスは着手を設けることなく、1831年に再婚した。マッテイのケンブリッジ公アドルファスも1818 18年に結婚し、一男二女を設け、罰子、メアリーの娘が後に、イギリス王妃となる。 メアリー・オブ・テックである。このように、シャーロットの聖教期に、ビクトリア女王を含む着室の王族が多く、誕生することとなった。ありがとうございます。